夢小道を追わせ夢小道を追わせは、三重県尾瀬市にある地域の情報発信を目的とした施設である。正式には地域資源活用総合交流施設と称する。三重県立熊野古道センターの敷地内にある。三重県立熊野古道センターの地域振興ゾーンにある。夢小道尾瀬30県立熊野古道セ,センターの地域振興ゾーンにあり。 尾瀬市市場特産品情報交流センターと、夢古道の湯の2つからなる。尾瀬市地域資源活用総合交流施設の設置、及び管理に関する条例に基づいて設置され、運営は指定管理者が行うことになっている。2011年現在の指定管理者は、株式会社熊野古道尾瀬である。熊野古道は、2004年7月7日に、紀伊産地の霊場と産経堂として、 世界遺産に登録され、来訪者が増加してきた。そして、文化、学術施設として、三重県立熊野古道センターが建設されることが決定した。大和瀬商工会議所では、同年に熊野古道センターの活用を考える会を設立し、2005年6月27日に、当時の三重県知事、野呂秋彦へ要望書を提出した。当初は、熊野古道センター内に、 カフェテリア等を設置することを要望したが必ず、隣接地に賑わい創出拠点として、夢鼓動大わ瀬の設置が行われる運びとなった。そして2006年4月3日に、大和瀬商工会議所の会員や一般市民らの趣旨を得て、株式会社熊野鼓動大わ瀬が設立された。これは指定管理者の募集を出したところ、地元からなかなか名乗りが上がらなかったため、設立された企業である。 2007年2月10日に情報発信基地である熊野古道センターが設立された。夢古道おわせは同年4月2 0日、地元特産品の情報発信、おわせブランドの創出、雇用の創出、地域活性化を目的としている。同時にスカイフードレストランのランチバイキングが始まった。ランチバイキングは成功を収めたが、さらに長時間滞在してもらうためには、 新たな魅力づくりが求められ、2008年4月11日、海洋深層水、三重大瀬海洋深層水を活用した、温浴施設、夢小堂の湯がオープンした。タラソテラピー施設にすることも検討されたが、日本では経営に苦戦しているところが多いため、温浴施設となった。海洋深層水を使った風呂ともあり、他にないお風呂として好評で、京都府や静岡県、 岐阜県からの利用者もいる。尾汗市沖の深海415メートルから汲み取った、三重尾汗海洋深層水を使った、温浴施設。温泉ではない。正常性、無機栄養塩類が豊富、低温安定性などの特徴がある。東北大学の教員との共同研究により、水道水と深層水の混合比率が決定した。また、尾汗ヒノキを風呂に浮かべる、 世界遺産ブローなどのイベントを実施している。湯に浮かべる尾セヒノキには間伐材を使用しており、用途が極限されていた、間伐材の用途拡大に貢献した。ランチバイキングの料理無孤道尾セの飲食スペース、スカイフードレストランで提供されており、地元で採れた海、山の旬な食材を使って、地元3グループが提供している。3グループは週替わりでレストランを運営し、ここだけ、 これだけ、今だけをキャッチフレーズに、郷土料理やアイディア料理を提供する。過疎、高齢化が進む地域としては、異例の集客数を実現しており、3グループは2010年3月に、第19回食アメニティコンテスト、農林水産大臣賞を受賞した。地元食材を使った、地元料理という、地域住民にとっては特別でないものを、地域資源として活用できたことが、 成功要因とされる。株式会社熊野古道わせは、夢古道わせを運営する株式会社。同社の農産品等を活用した特産品の開発や体験学習の推進が評価され、農林水産省と経済産業省が2008年4月4日に選定した農商工連携88選に選ばれた。社長は尾瀬商工会議所会等と、 土井八郎兵衛、実際に運営を担当する店長は、大瀬商工会議所経営指導員であった、伊藤正氏が務めている。夢子度大瀬の指定管理業務は2007年4月3日から、正式に指定を受けて実施している。所在地、郵便番号519-361130件、大瀬市大瀬向いざ、村島12番地の4。ありがとうございます。